はい、どうもね、とりあえずこの机の上にちょっと置いてみました。まあサイズ感的にはちょっと大きい感じにはなるので、まあ、3D プリンターなんでもそうなんですけどね、ちょっと場所はいるのでそこをちょっと注意ですかね、買う前にね、はい、ということで、でとりあえず電源ね入れてみましょうか。はい、音が鳴って、モニターが出ました。まあここはねどうしようかな、あんまり詳しくやってるともちょっとややこしいと思うので、あれなんですけど、まずこの土台のね調整、今もちょっとさっきねなかなかマニュアルで言うとここら辺に、書いてるんですけど、一応マニュアル、レベリングと書いてあって、まあこれ土台のね、こういうセッティングシステムか、じゃないわ、ツールかのところにレベルっていうね、ツールって押すとこんな画面が出てくるんですよね。でレベルっていうのを押すとこういう風なやつが出てきて、まあ僕はこっちの方が慣れてるんで、あれなんですけど、前のやつもこれだったんでね。でちょっと今も合わしちゃってるからあれなんですけど、まあこの土台の下にねネジがあるんですよ、こういう風なね。でそれをこの土台の A 地点手前ね、 BCD とかこう真ん中というのでポイントが出てきてて、でそれのノズルのね位置、まあ、高さをねここで土台を上下させて、これを土台自体を水平にするってね、いう作業がまずいります。でオートレベリングの方、僕ちょっとねこれいまいち、まだ内容を理解できてないんで、ちょっと間違えたこと言うとあれなんで、まあ一応もうちょっと簡単にできるような機能もついてるということです。ちょっとこのやり方がねいまいちよくわからなかったんで、またちょっとそれは僕も勉強しないとダメなんですけど、まあこっちでもそんなに手間ではないんでね、ノズルをこうね、このレベルっていうのをやると、このポイントポイントでこういうふうにノズルがね降りてくるんで、でそのノズルのちょうどぴったしの位置にこのネジね、この下にあるネジ、4箇所にあるネジで調整するっていうことですね。はい。で、とりあえずそれだけあれば基本使えるような感じかな。で、まあフィラメントがもともとついてるのがあるんですけど、まあ白なんで、ちょっと黒いやつ使ってね、やろうかなと思います。僕が使ってるのはね、はい、これ Amazon で売ってるやつなんですけどね、このフィラメントを、結構使ってます。まあ、お値段もそこそこ手頃でね、使いやすいっていうかのでこれ使ってるんですけどね、TPU の、フィラメントになります。でこいつを、まあ、セットします。あ、これ TPU か TPU、 あーこれ違う TPU、 この TPU ね、まあ、ゴムみたいな素材なんですけど、これはね、そう一回やって若干あんまりうまくいかなかったからちょっと寝かしてるんです。ごめん、間違えました。PLA ね、もともとは PLA、 ちょっと見えないか、 PLA ね、もう白いのでいこうか、試しで何か作ってみましょうね。いいよ、ちょっと開かない、とりあえず試しで、もともとついてる試し用のフィラメントで作ってみましょう。よっ。ね。で、これを、先っぽがどっか行っちゃった。これを、ここに、こういうふうに通して、これもちょっと見えるかな。ちょっとね、これね、どういうふうに撮ろうかが、ちょっとカメラ一回外しましょうか。ね。ごめんなさいね、雑な撮影で。ここに、こんなやつがあるんですよ。ね、この、
この下ですよ、こうね、ここで、ここにこの片手じゃしんどいんだけど、ここ穴が開いてて、こっち側にね、ここ穴が開いてて、そこへ入れます、フィラメントをね。で、入れてこいつをキュッと押すと、これがバネでここが開くんですよ。これ見えるかな、ここにこれがキュッと開きます、こういうふうに。おっとっと、で、この間に、この間にフィラメントを通してこういうふうにね、送っていくっていう感じで、このパイプをで、ここに行くっていう感じなんですけどね。はい、ちょっとカメラ戻します。まあ、説明書を書いてくれてるんで、ちゃんとまあ見ながらやれば全然問題ないと思いますけど、あ、で、最初ちょっとね、なんていうか、止めてるので、ちょっとこう、なんていうか、段差ができてたりするんで、これは切っといた方が多分いいと思います。ね。たわんでしまいましたね。よいしょ。こうやってこいつをここに差し込みます。今回、あれ？これちょっとどうなってるのかな？今回なんか、もう一個なんか機械がついてるな。これがなんか追加の機能のやつなのかな？フィラメントの挿入。これね、ごめんなさい。もう一回カメラ外します。ここにもう一個機械ついてます、これ。これ多分ね、ここに、穴が開いてるんで、これね、多分の、フィラメントが切れた時に反応するセンサーだと思うんですけど、これ通さないで、ちょっとでもこれ以上中に落ちても入らないんで、あ、入った、なんか使えて、切り口があるかな、荒かったかな、多分フィラメント切れた時のセンサーですよ、ね、これがついてて、ノズル入れて、で穴通して、でとりあえずこの辺りまでね、フィラメントが差し込めたら OK です。でその後ツールで、どれだったかな、フィラメント、これで送ればいいよね、どうだったかな、これでよかったと思う。これで今、このこいつを加熱中ですね。ちょっとお待ちください。で、ちょっとその間に、これちょっとやりましょうか、パソコンの方ね。これ、さっき紹介もしましたけど、SD カードのやつがついてます。これ 8GB のね、メモリーと。で、この中に、とりあえず 3D プリンターを、こう、なんていうかな、この機械で、印刷する用の、ソフトが入ってます。3D プリンターの、3D の造形するソフトはないんでね。それは僕使ってるのはオートデスクのフュージョン360ってやつなんですけど、それなんか個人で使う分だったら無料で勉強するために使えたりする範囲もあるんで、まあもしよかったらそれダウンロードしてもらって、それで作ったやつをこいつで印刷できるようにスライスするソフトがこの中に入ってます。ね。これとりあえずインストールしていきましょう。まあ、USB 挿します。よいしょ。はい。で、ちょっとパソコンの画面とかに切り替えながらね、説明をしていきますけど、まあ、この中に、フォルダーが入ってて、このね、インストーラー、ね、これを起動してもらったら OK です。
はい、ということで、まあ、それやってるうちに温度が温まったんで、フィラメントの挿入の方にちょっと戻りましょうかね。で、あのフィラメントっていうボタンを押した時にこういう画面になってるんですけど、真ん中のやつを押すとね、ここの加熱が始まります。で、これだったかな、うん、このボタンを押すと今これ吸い込まれていってます。ビューっと、あ、違う、反対だ、反対、こっちだ、あ、これで吸い込まれてます。で、もうちょっとしたら多分見えるかな、これまだ出てきてないですけど、もうちょっとしたら出てきます。あ、今出てきてるの見えるかな、ここね、先端が。これよう考えたら、これ上げとかなあかんちゃうかな、しまった、ちょっと一回止めましょうか。よう考えたらこれ上げとかないとダメですね。上げとかないと出てきたとき困りますよね。このくらいでいいかな。でフィラメント、ちょっといっぱい押しすぎましたかね。はい、で今また挿入していってますね。あ、パソコンのインストーラーやっと起動したんで、ちょっと後でやります。とりあえずこっちやりましょうかね。はい、もうそろそろ、あ、出てきましたね。これ白だと思ったら実は青かった、ちょっと。で、これを出てきたらもう止まるね、押してもらって、こんな感じ、こんな感じでビューっとこう出てきますね。はい、でこれでフィラメントの装填が完了したので、さっき途中になってたあのパソコンのインストールをちょっとやっていきましょうかね。じゃあやっていきます。まずパソコンの方なんですけど、まあセレクトラングエージということで、これ英語と多分、そうですね、中国語しかないんで、イングリッシュでいいと思います。あとはもうこのままざーっと行くんですけど、まあこれもあの、なんていうか、説明書の方に全部書いてあるんで、このあたり、インストールの方法も。まあ、それ見ながらやってもらったら全然、問題なくいけると思います。はい、終わりました。ね、これで、そのスライサーっていうね、ソフトが立ち上がります。で、この設定なんですけど、一番、ね、マニュアルを見ると一番下のやつを選んで、このボタンを押すと。で、ここの数字なんですけど、こいつがね、ここ。ここが255。で、この下が255。で、これが、260。で、これでフィニッシュを押せば OK、ですね。はい。で、これでスライサーの方もとりあえず、あとね、セッティングをね、しないといけないので、こいつはどうやるんだったかな。これか、セッティング。ね。ここをもう、入力する数字とかはマニュアルの方に載ってます、カメラちょっと切り替えますけど、こんな感じ。今ねずっとやってきて、ちょっと暗いか見えにくいかもしれない。ここにずっと設定をね、どういう風にしたらいいかっていうのが書いてるんで、若干ねちょっと入ってるソフトのバージョンが違うのかな、若干ちょっと入力できる欄が多かったり少なかったりしてるような気はしますけど、まあ、とりあえず、入れていけばいい。あ、そうですね。カスタムの方にしてね、入れていけばいいと思います。
でもちょっと違うな。まあそこら辺はね、まあ適当にやっていけば、まあ大体いけると思いますね。はい、じゃあちょっと入力していきます。はい、とりあえず、まあ、あのなんとなく設定はできました。ちょっとファンの音がねうるさいですね。でもこれはちょっとどうしようもないかな今はね。はい、でちょっとまたモニターの方にカメラ切り替え、カメラというか映像切り替えますけど、とりあえず 3D データをね、あ、ごめんなさい、またモニターの戻さないと、パソコンの方です。とりあえずこのスライサー以前にこのフュージョンね、っていうソフトで、まあ、3D プリンターのこうデータをね、作らないと、いけません。で、とりあえずね今回はこの USB ね、付属してる USB の中にもあのデモデータが入ってます。これをねとりあえずなんか開いてみましょう。あ、これじゃダメか。で今1個ね、開いてますけど、ちょっとね、何個か開いてみて一番、簡単にできそうな時間がかからなさそうなものを作ってみたいと思います。これなんか恐竜みたいなやつですね。これはどうでしょう。ん、今エレファントとか出たかな。これなんか標準でついてるやつはすごい読み込みに時間がかかってますね。こんなに時間かかるのかな。ああ、立体のね、ゾウさん、これは結構時間かかりそうかな。でもさっきの恐竜のやつはなんか平面だからあんまり面白くなさそうだし、うん、時間がかかりますね。あ、タコね。タコ、これも時間かかるから、まあ、とりあえずね、じゃあこれでやるとして、で、そうするとね、あ、これも整形したデータだな。ちょっと参考にならないかな。整形前のデータね、ちょっと とりあえずちょっと一回ね試してやってみましょう。僕一個作ってたのがね、これは僕が作ったですね、カーナビフード、こうなってるけど、まあ、こういうのを読み込むと、これあのフュージョン360で作った 3D データになります。まあ、こんな風に
まあ、出てきます。でこれをね、あれこれもなんでかな、妙になってるな。いや、前のやつとね、基本使い方は同じはずなので、いけると思うんだけど、なんでかな？うまくいかないな。まあ、いっか。とりあえず、じゃあもう一番時間かからなそうな、恐竜さん作ってみます。とりあえずね、試し。はい、これね。そしたらね、どうしようかな。ちょっとカメラのセッティングをちょっとしていって、ここからはね、もう時間かかるんで、タイムラプスでね、やっていこうと思います。で、このデータ、まあこれね、本当はスライスっていう操作をね、して、やるとね、ここ時間とか出てくるんですよ。どのくらい時間がね、かかるかっていうのはね。でもこれ出てこないんでね、なんでかな。まあ、とりあえず一回保存してみましょう。出ないよね、多分。で、最終的にはこれをね、本体の方に、今回どうなのかな、USB、メモリーカードでも直接ね、させるようになってるはずなので、それでちょっとやってみようと思います。今、OK ね、とりあえずあれかな、いけてるかな。ちょっとソフト使い方変わったのかな。うん、まあちょっとまたこのファイルソフトの方はまた今度やるとして、とりあえずこれでね、データはできたと思うんで、これでちょっと印刷をしてみたいと思います。じゃあここからね、ちょっとタイムラプス的な感じで、ご覧ください。ではでは。はい、どうも。とりあえずね、プリントが終わりました。完成具合はね、どうでしょうね。僕もそこまでまだ見てないですけど、よいしょ。じゃーん。ね、こんな感じでできました。ね、ちょっと、とりあえず剥がしてみましょうか。ね、で、まあ、ヘラもね、取り外し用のヘラもついてますので、ちょっと机がね、もうこいつで占領されちゃってるんで、なんとか手で外れないかな。ちょっとしんどいか。結構土台にガチッとくっついてるんで、ちょっと 3D プリンターの上っていうのがね、なんかちょっと怖いんで、机がもうちょっと広かったらね、何も問題がないんですけど、よっ。結構ガチッとしちゃって、
まあ、とりあえず今回からね、これクリップ式でこう挟み込む形になってるんで、ちょっとねこう曲げたりなんかしてあげると剥がしやすくなったりはすると思うんですけど、よっ、なんか土台が結構カチッとついてるな。よっ、今回はね、まだあの、糊とか、そういったものは塗らずにね、直で作ってみたんで、結構土台にくっついちゃってますね。本当は糊とかね、なんかちょっと塗っといてあげると、剥がれたりするの、防止になるし、いいんですけどね。よっ。ちょっと剥がれた。よっ。はい、剥がれました。あ、でも結構今回のこれはかなりピタッとこうくっついてたせいもあるのか、裏面がね、すごく綺麗にできてます。こんな感じ。ピントが合うまでちょっと時間かかるけど、あったかな、そろそろ。こんな感じね。で、ちなみになんですけど、フラッシュフォージで、作ったのがこれ。ちょっと裏面はこっちの方がなんか粗いかな。ちょっとまだこのサポート材ちょっと剥がしてないですけど、よいしょ。まあまあこんな感じね。こんな感じです。どうでしょう、比べてみて。まあよいしょ。ちょっとね、こっちの新しい方はこっちが今回出したやつ、こっちがフラッシュフォージね、はい、でこいつの旧型との比較、まあこれ同じものをまだ出してないんでね、旧型の方でちょっとその比較はできないんですけど、はい、でこっちの方が多分ね、積層ね、多分セッティングの状態でまだあのちょっと目が荒く、作るような感じの初期設定ね、今回は説明書通りのセッティングでやってみたんで、もうちょっと詰めたらね、多分あのこの、感じももうちょっとこう綺麗にっていうかね、できるような、まだもうちょっと詰めれるところあると思います。でも十分じゃないですかね。ちなみになんですけど、この前作ってたね、このオズモポケットの方のねやつ、これフラッシュフォージで作ったやつですけど、これにちょっと一回今回作ったやつはめてみましょう。よ、はい、ね、ちゃんとはまりましたから、まあ、なんていうか寸法的なものっていうのは、かなり正確に出てるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、他は何か、また皆さんの方でもしこんなことが知りたいっていうのがあればコメント欄に入れてもらったら、まあできることならね、試したりも、しますし、まあやってみようと思いますけど、今回多分これ剥がしにくかったのも、多分ね、土台のね、このなんていうかな、プレートみたいなのを先作るんですけど、それをもうちょっと厚くね、出してあげると剥がしやすいような気はします。ちょっとそれが薄すぎたのかな。まあでもその分底面が綺麗に仕上がってるのは結構綺麗いい感じかなと思いますけど、まあね、ここら辺は 3D プリンターの特性でもあるんでね、まあ仕方ないですね。はい、ということで、今日はこの辺りで失礼しようかなと思います。また僕のチャンネルは結構いろんなことにねネタが飛んでいくので、なかなか見てる人もね、なんじゃこりゃっていうね、ネタもあると思うんですけど、ぜひぜひね、まあそれもお付き合いいただいて、まあ気長にね、見ていただけたらと思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。